んにちは。バイオレラプロジェクトアスレチックトレーナーの日高優勝です。個人的にはアスレチックトレーナー界最強ランナーとして元気に走っています。そんなわけでですね、今日は前回の続き、腰痛パート2いきますね。ボタンが外れたのでボタン閉めちゃいました。ちょっとなんか外れたりするんですけど、あれ、これ止めてですね、やっていきたいと思います。はい、前回では腰の周りの、お尻周り、股関節周りの筋肉が疲れてくると腰が痛いという話しました。で、今日はですね、これ本当に気をつけてほしいところなんですけど、腰の疲労骨折、これ聞いたことありますか？腰椎分離症とか、まあ、滑り症とか、そういう専門の用語があるんですけど、なんかこうよく腰痛いってなんかレントゲン撮った、 CT 撮った、なんやかんやって言って、うん、なんか腰の疲労骨折って言われたって、それです。それが腰椎分離症です。で、腰椎分離症の原因はこう反ったりですね、反ったり回転するような動きをたくさんやってると起きると言われています。で、特に皆さん、この小中高生に多い。だから皆さんに聞いてほしいんです。で、これですね、どういう風に動くと痛みが出るとそれかなっていうのはいろいろあったりするんですが、これってもうお医者さんのところへ行ってレントゲン撮ったり MRI 撮ったり CT 撮ったり、きちっとした検査をしないとちゃんと出ないので、何か腰が痛いなって思ったらですね、必ず専門家のアドバイスを受けるようにしてください。で、これ一度この分離症、疲労骨折が起きてしまうと、この骨がなかなかつかないんですね。ので、もう本当に先生の指示に従ってきちっと早期に見つけて早期治療するのがもう何より大事なんです。で、これをほっとくと、もうその疲労骨折した部分がもうつかないまま、まあ治ってしまうというか、もうそこの骨がくっつくという作業がですね、もう終わってしまって、もうそのままになってしまいます。で、そのままほったらかしにしとくと、この腰椎滑り症ですね、こう骨がずれてもっと大きな問題が起きるので、これもうきちっと治したいんですね。で、きちっと治すというんですけど、これまあ大体まあコルセットをしてまあ何ヶ月間かやる。そうするとですね、痛みがなくなるんです。で、あ、痛みなくなったから治ったっていうのは、これがね、困っちゃうんですよ。痛みが収まるのと、その骨がちゃんとくっついてるっていうのは一緒じゃないんです。だから病院の先生にきちっと話をして治療を受けるようにしてください。きちっと治療しなかった場合ですね、それがそのまま残ってもうずっとくっつかないままになります。もしくは手術をしてつなげるという方法もあるみたいなんですけど、その辺はまあケースバイケースということになるんですけどね。とにかく早く見つけて、早く検査を受けて、早く治療を始めれば治りますから、治ると言われてますから。だから何かあったら専門家の人のアドバイスを受けるようにしてください。そうしないと、この怪我はもしかしたらもう大人になっても、もしくはずっと一生残る怪我になってしまうかもしれません。というわけで、2回にわたっていろんな種類がありますが、その中でも2つ、1つは筋肉の疲れから来る腰の痛み、だるさについてお話しました。そしてもう1個は腰の疲労骨折ですね。で、筋肉の方はきちっとケアをしてください。腰の部分だけではなくて、その周り、股関節、お尻周り、しっかりケアしてください、ストレッチしてくださいということです。2つ目、腰の疲労骨折、これは放っておくともうずっと治らないまま大人になってそのままになってしまうので、もう必ずきちっと治療するようにしてください。何か腰痛に関してですね、質問がありましたら、ぜひコメント欄によろしくお願いします。いいねもよろしくお願いします。今日は以上です。ありがとうございました。